2人お願いいたします。お願いします。足元お気をつけください。はい、we'll be right back.
ル公演終わりました。ちょっとものすごい緊張感の中始まったけれどもね、だんだん会場全体も、ねね、ほぐれてきたので僕らも気持ちよく歌わせてもらいました。続いて夜公演楽しみたいと思います。ご飯食べよ。
き下ろした楽曲を最後に聴いていただきたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。どうもありがとう、花あかりでした。作品の放送が終わってからもう10年以上の時が経っている中、こんなにも多くの方が花咲くいろはを愛していること、愛し続けていること、ナノライプもとってもとっても嬉しいです。この先もナノライプは花咲くいろはの楽曲を大切に大切に歌っていこうと思いますので、またみんなで一緒に花咲くいろはの世界を楽しめたら嬉しいです。本当にどうもありがとうございました。グッズ付きチケット。本日は花咲くいろはフィルムコンサートにご来場いただきまして誠にありがとうございました。はい、というわけで、はい、楽屋に戻ってきましたけれども、はい、興奮冷めやらぬ感じでね、とっても楽しかった。でね、久しぶりの方にもいっぱい会えて、今の今もね、脚本の岡田真理さんに会えたりとかね、もう本当に花咲くいろはっていう作品が作り手からも、お客さんからもめちゃくちゃ愛されてるってことをね、改めて実感したので、そう、MC でも言ったけど、本当に大事に大事にこの先も歌い続けていこうと思いました。もうすぐ金沢のワンマン 2days もね、ありますから、でその先もね、ナノライブ金沢はもうどのバンドよりもどのアーティストよりも行こうと思ってるのでね、ぜひ現地で聴く花咲くいろはが曲もう最高なので、また金沢で、あとはぼんぼり祭りとかでね、会えたら嬉しいなと思います。遊びに来てくださった方も、今この映像を見てくださってる方も、本当にありがとうございました。